ディフェンダー、サッカー、ディフェンダーとは、サッカーにおけるポジションの一つ。略気は DF。1920年代から30年代までは、バックスと呼ばれていたポジション。ゴールキーパーの前、いわゆる最終ラインに位置し、主に守備を行うポジション。DF のポジションは、センターバックとサイドバックの二つに分けることができる。センターバックとは、 ディフェンスライン中央のゴール前方に位置するディフェンダーのこと。抗議ではストッパー、スイーパー、リベロも含む中央を守るディフェンダーであるが、競技ではフォーバック時の中央の2名、5バックでは3名である。主な役割は相手選手、主にフォワード選手をマークし、相手の攻撃の主に最終段階を阻みゴールを守ることである。 ディフェンスのラインコントロールなどもセンターバックが任されることが多い。また近代サッカーではディフェンスラインからの攻撃の組み立ても要求される場合がある。一般的にはボールダッシュ能力、ロングボールの処理能力、ポジショニングやプレーを選択する判断力、相手の攻撃陣にセリーかつ身体能力が特に必要になるポジションであり、空中戦に強いことが重要な要素となるため、 長身の選手が務める場合が多く最も平均身長の高いポジションである。その長身を攻撃にも活かすため、セットプレーで相手ゴール前に配置されることは当手段である。また試合終盤に同点または勝ち越しのゴールを狙って、セットプレー以外の場面でも前線に上げたままにする戦術が取られることがあり、身長や強靭な体格にものを言わせて、 強引にチャスを作ろうとする意味で、その作戦はしばしばパワープレーと呼ばれる。守備の方法として、マンマークを行うときは、センターバックの選手は、ストッパー、ST とスイーパー、SW に分かれる。対して、ゾーンディフェンス、ラインディフェンスを行うときには、それぞれの選手が状況に応じて、両方の役割をこなすことがほとんどである。ディフェンスの人数に応じて、 ストッパーの人数が変動し、スイーパーの人数は常に一人である。近代においては4バックでは、中央の2人がセンターバックでゾーンディフェンスを行い、特定の役割を持たず、状況に応じてプレーするのが一般的である。対して3バックでは、両側のセンターバックでマンマークを行い、中央のセンターバックがスイーパーになる、2ストッパー1スイーパーが、 一般的である。かつて日本代表でフィリップ・トルシエが模索したフラット3では3人ともが特定のマークを担当せず、スーイーパーも置かない方式であり、3バックとしてはかなり得意な戦術であるといえ、センターバックは相手選手との個別の局面におけるプレイの勝敗が失点に関わることからラフプレイを犯してしまい退場処分を受ける危険が高いポジションであり、 早い時間帯であるほど、前線の選手を交代させて、控えのセンターバックを補充することが多く、ゴールキーパーほどではないが、本職の選手が務めることが望まれるポジションである。なお、イギリスにおいては、センターバックのことを、センターハーフと呼ぶ習慣がある。これは、1930年代に2から3から5のフォーメーションから、センターハーフが下がって3から2から5のフォーメーションに、 変したことから、中央のディフェンダーがそのまま、センターハーフと呼ばれたという経緯による。組織的守備戦術が成熟するのに従って、攻撃の組み立て位置が下がり、センターバックの選手にもフィード能力が求められつつある。ストッパーとは、阻止する人の意味する通り、相手 FW の選手を1対1でマークし、自由にプレイさせないことを役割とするポジション、ドリブルなどで、 相手選手に抜かれない、空中戦で競り負けないといった高い対人能力が求められる。また、ストッパーの前方に位置する守備的ミッドフィールダーを前方に位置するストッパーという意味で、フォアストッパーと呼ぶこともある。スイーパー、スイーパーとは、掃除人を意味する名で、特定のマークを持たず、ストッパーの選手が抜かれた時や、 相手フォワードに対してストッパーの選手を競らせた隙にボールを処理、あるいは2列目から飛び出してきた MF の選手に対する守備などカバーリング関連を行うポジションである。役割を最大限に生かすために相手のセンターフォワードの人数よりも一人多くセンターバックを配置するフォーメーションである場合が多い。以前はカバーリングなどを行うためにストッパーの選手の後方に位置することが多かったが、 ディフェンスラインをフラットに保ち、ラインの高さをコントロールすることが重要視される現在では、ストッパーと並び横一列になる場合が多い。リベロとは、自由な人を意味するなで、スーイーパーから派生したポジションである。スーイーパーシステムは、相手の攻撃陣よりも一人多くのセンターバックを配置している場合が多く、その中で特定のマークを持たないスーイーパーは、 攻撃人数を削って存在するポジションとも言える。そのため70年代頃からは攻撃時には攻撃参加するスーイーパーが登場し始めたのである。特にスーイーパーは戦術眼や先読み能力など高いサッカーセンスを兼ね備えた選手が基本だったため攻撃においてもその能力を発揮する選手が増えていった。それまではカバーリングを専門とすることから 掃除人を意味するスーイーパーと呼ばれていたのだが、攻撃の起点をも担い始めると、その名前では呼び方として適切ではなくなったため、守備の選手ながら攻撃にも参加する自由な人という意味からリベロと呼ばれるようになった。リベロは1970から1980年代のドイツによく見られ、代名詞としてフランツ・ベッケンバウアーが特に有名である。他にロナルド・クーマン、 フランコ・バレージ、ガエターのシレア、ダニエル・パサレラなどが有名である。しかし、1990年代には攻撃参加するリベロはほとんど見られなくなった。その理由として、ゾーンディフェンスが現在の主流であり、マンツーマンディフェンス自体がかなり希少な存在となっているからである。近年では戦術的なリベロは希少になったものの、 一般的なセンターバックよりも攻撃参加の機会や得点が多い選手だとリベロと呼ぶ場合がある。また、守備的ミッドフィールダーがディフェンスラインの前に配置されたリベロという意味合いでフォアリベロと呼ばれることもある。稀な例として福西隆史が一時ボランチからリベロに配置されたことがあった。他では田中マルクス・トゥーリーをやる仕がセンターバックながら 攻撃参加する選手として有名である。サイドバックとはフォーバックまたはゴーバックの左右両サイドに位置するディフェンダーのこと。サイドにおける守備を主な役割とするが、攻撃時には中盤の選手を追い越して前線に駆け上がり、ドリブルで切り込んだり、クロスボールを上げたりする。守備能力に加え、ピッチを縦に激しく上下する、多い運動をこなせる行動力とスタミナ、スピード。 サイドを突破するドリブル技術、クロスを上げる精度の高いキックも求められる。身体的なぶつかり合いや空中戦を主とするセンターバックに比べ、走力や俊敏性が求められるため小柄な選手が担当することが多いが、近年ではファーサイド、ファーサイドイコール遠いサイドからセンターリグに対して空中戦も求められることから、長身のサイドバックも増えてきている。 守備を重視するチームなどでは本来はセンターバックの選手をこのポジションに置きセンターバックを4人並べる場合もある一方でディフェンスのポジションにありながら攻撃能力に特化した非常に攻撃的なサイドバックの選手も存在するミッドフィールダーのウィングバックの選手とよく似た役割を持っておりポジションの互換性が高く両方のポジションをこなせる選手が多い またサイドバック、ウィングバックの選手ともにサイドでプレーすることから右サイドなら右利き、左サイドなら左利きというように受け持つサイド側の足が利き足であるか両方の足を同様に使えことが望ましい。左右両方のサイドでプレーできる選手は少なく重宝される。日本人選手では長友優都や内田篤人が有名。サイドバックは和製英語であり、 英語ではディフェンダーのことをフルバックと呼び、左のフルバックをレフトバック、右のフルバックをライトバックと呼ぶ場合もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。